皆様こんにちは。この時期は夏は音楽祭に参加したりとか、あとはコンクールのシーズンにもなってきたので審査のお仕事をしていたり、あとはそうですね、最近は生徒さんの楽器の選定を行ったりしていました。そういった関係で少しバタバタしてしまって動画が遅れてしまいましたが、今日は楽器の選び方についてのお話をしていこうと思います。楽器の選び方っていうのに正解はありませんが、一つの指標として私がいつも気をつけてることをお話ししようと思います。まず楽器を選ぶにあたって一人で選んだりとか、あとは小さいお子さんだったら親御さんが選んだりとか、そういうようなこともありますが、できれば先生と一緒にやっぱり、見ることがいいと思います。なぜかというと、やっぱり自分で演奏して、弾いてる時の音っていうのは自分の声みたいな感じになるので、それもすごく大事な要素なんですけど、人が弾いてるのを聞いてこの楽器の鳴りとかそういうのをやはり見ていくのが大事かなと思うので、そうですね、もし独学でという方だったら楽器屋さんに弾いてもらうとかそういうのでもいいですので、必ず自分が弾くだけじゃなくて、楽器を弾いてる人のも聞くっていうことですね。それをやるといいと思います。そして次に音色についてなんですが、これは本当に好き嫌いがあるので何とも言えないんですが、一つ私の大学院の時の先生がおっしゃっていたことを参考に、私は楽器の音色を見極めるようにしています。それは何かっていうと、自分の声の音域に近いバイオリンの音域をよく聞くことですね。やはり日頃から自分がコントロールしてる声の音域っていうのってすごくこう繊細にしっかりこう耳の中に入ってきやすいというか、耳なじみがいいので、やはり私だったら D 線とか R 線の下の方とかですね、なんかこの辺ですかね、やっぱりこの D 線 R 線このくらいのところをしっかりこう鳴らして、で自分の声の音域に近いところってなぜか得意な一番いい音が出るっていう風にその先生おっしゃってたのを思い出して、確かにそうだなと思うんですね。でやっぱり不思議なんですけど、楽器の音ってだんだん自分の声に似てくるっていうことよく聞くと思うんですけど、本当にその通りで、自分が声でこう表現しやすい音域とかそういうのって本当にこう自分の音みたいにお箱の音っていう感じですね。そういう風になってくるので、自分のその一番得意とする音をしっかりこう鳴らしてみるってことですね。初めからちょっとマニアックなこと言っちゃったんですが、それ以前にやっぱり基本的なバイオリンの規格っていうのもすごく大事になってきます。で悪いってわけではないと思うんですが、やはり極端にこの指板がこうちょっと短かったりとかですね、見た感じパッと分かってくると思うんですけれども、そういったことも含めてあるので、やっぱり先生と行ったりとかした方が、先生と楽器屋さんに行くか外商さんに来てもらって選定するっていうのが一番安全かなって思うんですけど、楽器屋さんで選ぶ場合その楽器屋さんの響きっていうのがやっぱりありますので、楽器屋さんって大体楽器がたくさん置いてあって響くようにできてます。できたら今自分が弾いてる楽器も持って行って、で弾いてみて、普段と比べてちょっとこのぐらい響くなっていうのを分かった上で楽器屋さんの楽器も弾く、そういう風にするとっていうかな、ちょっと比べやすいかなというふうに思います。それから意外に重要なのは弓のことですね。で弓の選び方でこれ結構失敗しやすいなっていうのがあって、それはやはり楽器屋さんでこう試し弾きするときってちょっと気使って弾きますね。でそうすると意外とこの圧
力をかけないでいると、こういう風に弾いた時にこのしなりっていうのがあんまりマックスの時のしなりがわからないんですね。で、思いっきりこうやって弾いた時にこのしなりが強すぎちゃって、ここの木が弓にプロテーションの時にこう当たっちゃうよっていうことがあります。で、これだいたい家に帰ってから楽器屋さんではちょっとこう気使って弾いて家に持って帰ってみたらすごいしなっちゃったみたいな話とかもよく聞くので、楽器屋さんでも思いっきり弾いてください。で、それから、普通の大手の楽器店とかでは大丈夫だと思うんですが、こういう風にこうちょっと見てもらって、そうですね、これたまにこう見た時に曲がってる弓があります。こうやってね、たまにですけれども初めから曲がってる弓っていうのあるみたいです。私はそうですね、一回出会ったことある感じなんですけど、それもしっかりと見ることが重要です。なので弓に関してはまずこのしなり、フォルテッシモの時思いっきり弾いた時にしなりすぎないかとか、あと曲がってないか、これが大事ですね。それに加えて言うと、若干この弓の長さが短いとかそういう弓もあります。で、それも楽器屋さんが言ってくれる場合と、こっちが気づかなかったら言わない場合とかもあるので、自分でしっかり見極めなきゃいけないですね。こうした時にだいたい自分がいつもどれぐらいこの弓余ってるかなっていうので、こう直角の時にですね、直角に弓と弦が直角になった時、どのぐらい腕マックスにした時に余るかなっていう感覚いつもこう覚えておくといいです。見た目ではこう並べてみてもちょっと違うかなぐらいのことでも、意外とこう弾いてみるとだいぶ違ったりすることもあるので、その辺をちょっと普段からチェックしておくといいですね。もう一つ弓についての話がありました。弓の重さについてのチェックなんですが、私はこう持った時に小指だけの力でこういう風にバウンドさせるとき、このときにあんまり小指に負担がかかりすぎもなく、かといってあんまりこの軽いとすごい勢いでこっちに行っちゃうんで、やっぱりこの感覚がですね、自分がコントロールしやすいっていうのを一つの目安にしてますね。もちろんこう置いたときに、こう置いて引くときの感覚っていうのもすごく大事なんですけど、この重心がやっぱり弓によって結構重心って違っていて、そうですね、これはこのぐらいかなという感じですね。で、一方私のセカンド号の方ですね、こっちこのぐらいかな、わかりますかね、ちょっと違いっていうか、こっちの方が弓もともと軽いんですけど、プラスこの弓の重心が少し下の方にある感じですね。なので、割と これなんかは先弓がこう軽いんで、こういう風に行きやすいっていうのはあります。ただ、少しこうしっかりと人差し指に圧力をかけてこの辺とか弾かないと深い音が出ないとか、ワンボースタッカートがちょっとね、引っかかりにくいとか、そういうのはありますが、そうですね、音色もちょっとこうまろやかな感じですね。で、こっちのいつもの方はと密な音が出るというか濃密な感じですね。この辺がちょっと太いので、あんまりこの辺とかで右手に負担かからないというか、しっかりなってくれる感じしますね。その代わりやっぱこの辺来た時にちょっとこうセーブしないと弓自体が結構重たいので、この小指の
筋肉は少し使うかなというような感じです。最後に楽器によって結構ここの張り方、ここが結構出てるのからこういう風になで型になってるのとか、少しそういうのによってポジション移動した時のここの当たり方がですね違うっていう話、この間オーケストラの団員のこと一緒ですね、話した時にそれの話でちょっと盛り上がっちゃったんですけど、ここの当たり方が4ポジションの時にしっかり当たるか当たらないかみたいな、そういうのとかもあります。その辺は楽器の個性というか、またそういうのも面白いので、どっちがダメとかいいとかないんですが、例えばこの時に4ポジションの時にここまっすぐしたら、この楽器はちょっとここがなで型なのであんまりここつかないんですよね。で一方こっちの楽器だと少し、ここのとこはちょっと張り出してるので、この4ポジションの時にこういうふうにちょっと当たる、4ポジションの時にこうやってしっかりここに当たる感覚で4ポジション取ることができるとか、こっちだとこう浮いてますよね。ね、こういうから浮いてるからどうとかそういうことではないんですけども、人によっては楽器選ぶときに音程すごい取りにくいって感じる楽器とか、取りやすいって感じる楽器とかやっぱりあります。なので自分の手に合った楽器ですね、これすごく大事かなと思います。まあ最終的に言うと音色を取るか弾きやすさを取るかとか、大きな音出るやつを取るか、繊細な綺麗な音が出る楽器を取るかとか、まあ、何かこう捨てなきゃいけないものとかそういうのは出てくると思うんですが、やはり基本的なところでは楽器に関して言うと、やはり自分がまず弾いた時の音色、これが自分が一番扱いやすい、自分の声の音域ぐらいかなっていう感じですよね。でこれがまずしっかりと表現ができるかっていうことをしっかり見ること、でそれプラス人が弾いてるの、先生とか弾いてるのを聞いていいって思うかどうかですね。先生と行く一つのメリットとしては、その生徒さんのいいところっていうのが先生が分かってると思いますので、その生徒さんのいいところが出てる楽器かっていうのとか、そういうのとかも見ていただけるかなと思います。まあそうです、いろんな話になっちゃいましたが、結局、何が正解かっていうのはありませんが、そういういろんな要素を考えながら、皆さんがいい楽器に巡り合うことを祈っています。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。